この服どうもなれないわね。あなたは元凶さんの代わりに出場する三月なのか選手、そうですよね。そうだけど、あんたは？ご覧の通り、私は試合の取材に来た記者です。天白氏ってなかなか用意周到なんだ、面白い。ええ、このような盛大な催しともなれば私のような人間は欠かせません。あ、そうでした。試合が始まる前にいくつか質問させていただきたいのですが、いいですか？あ、ありがとうございます。己を知り相手を知る、つまり自分のことも知りたいんですよね。インタビューを受ければより自分のことを知れますよ。まずは皆さんが一番関心を寄せていることについてお聞きします。行営の元凶さんですが、今日の演武典礼には来ていませんよね。噂によると彼は重傷を負ったとのことですが、それは本当ですか？ではなぜ彼は重傷を負うことになったのでしょうか？もしかして星座の交通事故ですか？それは危ないですね。なるほど、剣術の訓練は大変なんですね。まさかそんなことが。これはビッグニュースです。すみません、失礼ですが、それって美月さんがやったわけじゃないですよね？ありゃ、鋭いね。そうでもしないとうちがここに来られるわけないじゃん。待ってください。弟子に花を持たせるために師匠が重傷を負って試合を諦めた。すごい、そこまで弟子を大事にする師匠はめったにいませんよ。では本当の理由は？まさか注目を浴びる天才少年でも消極的になることがあるのですか？そんな、でも仕方ありませんね。なんとそんなことが。これはビッグニュースです。ないところを見せてしまってすみません。どうやら元凶さんには他にやるべきことがあるようですね。ここは美月さんの活躍に期待することにしましょう。では次の質問です。演武典礼では様々な世界の剣の達人と刃を交えることになりますが、誰か交戦したいと思う相手はいますか？ズバリそれは誰でしょう？やはり注目の元凶さんですか。先週主名から来た天才剣術少女の雲里さんですか。お二人の試合が今から楽しみです。なんと美月選手はこの場にいる全員を無視して妖精の天劇将軍に挑戦したいと言い放ちました。それは誰ですか？最近ネット上でよく見かける名前のようですが。誰でしょう？その人は典礼の参加者ですか？美月選手、なんとごま…あ、いえ、なんという自信なのでしょう。インタビューにご協力いただきありがとうございました。